Shamash Jesus was killed before he was crucified on the cross. In other words, the person who was crucified and killed on the cross as Jesus was a completely different person. If only this one point is to be proved properly, the Roman Catholic would lose its doctrinal foundation. Please note that Christianity is generally called Christianity, but the content of it is Mary's private church. The Roman Catholic word is better to be called Mariaism instead of Christ Christianity. Hereinafter, unified with Mariaism. All the narratives about Jesus from his birth to the baptism of Jesus and the temptation of the wilderness would collapse. I, Hiroshi Hayashi, confirm here with evidence that these stories were all created by one goddess named Inanna Maria. Hereinafter, Mary in Mariaism is unified with Inanna Maria, because the only witness is Inanna Maria. There is no one else. Incidentally, the story of her husband Joseph is also a myth. Her husband Joseph, etc., did not even exist. Impossible. The goddess Inanna Maria cannot accompany her such as a human husband. The conclusion is that Shamash Jesus was murdered by Inanna Maria, Baptist John, and Judas the traitor. The proof is a painting of the entombment that Michelangelo Buonarroti allegedly painted. Sasugai sareta Iesu wa Shamash Iesu datta.しかもそのシャマーシュイエスは十字架に貼り付けにされ処刑される前に殺されていた。つまり十字架に貼り付けにされ殺されたイエスなる人物は全くの別人。この一点だけをきちんと証明すればマリア教はその教義基盤を失う。一般にキリスト教のことをキリスト教と呼んでいるが、中身はマリア教。ローマンカトリックの世界をここではマリア教という。以下、マリア教で統一。イエスの誕生からイエスの洗礼、さらにはアラーノの誘惑に至るまでのイエスにまつわる説話、逸話のすべてが崩壊する。これらの話は、すべて一人の女神イナンナ・マリアによって創作されたものと私林浩司は考える。以下マリア教でいうマリアをイナンナ・マリアで統一。なぜなら証言者はイナンナ・マリアのみ、他に誰もいない。ついでに言えば夫ヨセフの話も作り話、夫ヨセフなど存在すらしていなかった。ありえない。女神イナンナ・マリアが人間の夫など連れそうはずがない。そのシャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダによって殺害される。その証拠がミケランジェロ・バルノルティが描いたとされる埋葬という絵画ということになる。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. アラーノの誘惑についてウィキペディアは次のように書いている。アラーノの誘惑はキリスト教の聖書聖典である新約聖書に書かれているエピソードの一つ。キリスト教教理において重要な役割を果たしており、キリスト教文化圏の芸術作品の中で
繰り返し用いられるモチーフである。洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後、イエスは霊によって荒れ野に送り出され、そこに40日間泊まり、サタンの誘惑を受けた。マルコによる福音書、マタイによる福音書、ルカによる福音書の福音書に記述がある。以下は口語訳聖書のルカ伝によるものなどなど。なお、この話はトマス・ホップズやジョン・ロックなど批評家によると、アレーノの誘惑は偶惑と解釈されている。また別の旧資料において、イエスのメシア意識についての自己検定や内的な葛藤が物語化され、イエス伝伝承に組み込まれたとする。埋葬という絵画がいかに謎めいた絵画であるかは、今では簡単に調べられる。ネットで検索をかければよい。つまり簡単に言えば、ミケランジェロの作品ということになっているが、ミケランジェロ自身が描いたという証拠はどこにもない。で、推定ミケランジェロ作ということになっている。作風からしてミケランジェロ以外には描けるはずもない絵画ということになっている。だからミケランジェロ作ということになっている。で、その埋葬について、ムセイというウェブサイトは次のように書いている。キリストの埋葬は画家のミケランジェロ・ボナロッティによって制作された作品。制作年は1500年から1501年で、ナショナルギャラリーに所蔵されている。キリストの埋葬はイエスの遺体を庭の墓に埋めようとしている絵で、1500年から1501年あたりにミケランジェロ・ボナロッティによって制作された未完の作品である。作品はロンドンのナショナルギャラリーで保管されており、ローマ在住のスコットランド人の写真家のロバート・マクファーソン氏から買い取ったと言う。ミケランジェロによる初期の作品であろうとは考えられていたものの、実際の年代に関する論争があり、権威ある人の中にはミケランジェロの弟子が書いたものか、そっくりに真似た作品の可能性があると指摘している。1981年に発見された文書によると、ミケランジェロはローマのサン・タゴスティーノ教会からパネル画を依頼されていたというが、結局それで得た報酬は全て返金したようだ。ひょっとしたらそれがミケランジェロがフィレンツェに戻る前に未完のまま終了したキリストの埋葬であった可能性があると。が、その前提としてミケランジェロの作品のうち絵画彫刻を含めて、そのすべてはミケランジェロという人間の作品ではない、その上位の神カイン・キリストのものである。どういう形かは知らないが、カイン・キリストがそうした作品を描いたり彫刻したりした。それをミケランジェロを使って人間世界で発表した。その証拠にという話はもう少し後に回したい。話せば長くなる、それに複雑。ともかくも埋葬にしてもしかり、つまり神カイン・キリストが書いた。カインというのは嫉妬に駆られて弟アベルを殺したアダムの息子のカインである。が、そのカインは神としての立場を得た。もともとは人間だったが神になった。神に認められた。弟アベルを殺したことによる想像を絶する
苦悩と懺悔、そうした経験を経て、カイン・キリストは思考の人間性を獲得し、それをさらにその上位の神に認められた。そして結果的に神になった。無論神になるために想像を絶する苦悩と懺悔を繰り返したわけではない。結果として神になった。人間の救世主、つまり指導者としてその仕事を与えられた。カイン・キリストに勝る深い心のポケットを持った神はいない。心のポケットについて一言。人は自分でその苦悩を経験して初めてその心のポケットを手に入れることができるが、それはあくまでも結果。例えば生死の間をさまようような大病を経験して初めて人は大病で苦しむ人の心がわかるようになる。絶望のどん底に叩き落とされ、人は初めて絶望で苦しむ人の心がわかるようになる。ブッダが説く生老病死、つまり死苦にしてもそうだ、発苦にしてもそうだ。そうした苦しみを経験して、人は初めて死苦発苦の意味がわかるようになる。つまりその時、心のポケットができる。心理学でいう共鳴性、共鳴性を手に入れることができる。この共鳴性こそが人格の基礎であり、人はその基礎があって初めて、さらにその上位の人間性に到達することができる。言い換えると、心のポケットの数と深さ、それがその人の精神の完成度を決める。なお、この心のポケットという言葉は、恩師田丸健二先生が常用していた言葉である。が、それはあくまでも結果。誰しもそうした苦しみは経験したくない。できれば避けたい。好んでそうした苦しみを求める人はいない。そういう意味では平凡は美徳。その美徳に酔いしれていることこそ、それをもって幸福と位置づける人はいくらでもいる。またそれを求めるが、平凡からは何も生まれない。日々に時は流れ、人は子供を設け育て、そしてやがて年老いて死を迎える。そうした人生からは何も生まれないが、それが無駄というわけではない。人は他の動物や植物たちと同じように子孫を後世に残すことによって命をつなげる。もしそれを無駄と位置づけたら、この世界のありとあらゆるものが否定されてしまう。生きる意味を見失ってしまう。その一方、平凡に身を任せば、人はただの動物、ただの植物。話を戻す。弟を殺したカインがなぜ神になったか、キリスト、つまり救世主になったか、なり得たか。そこには想像を絶する苦悩と懺悔があった。つまりその姿を見て、その上位の神はカインを神とした。人間の救済者としての神とした。カインが持つ心のポケットは底なしに深い。それゆえにカインはキリストになった。それがわからなければ逆の立場を想像してみればよい。満ち足りた生活の中で何一つ不自由なく安穏に暮らしている人を見ればよい。それ相当の名誉、地位、財産を手にして欲望の赴くまま好き勝手に生きている人を見ればよい。果たしてそういう人が他人の魂の救済ができるかと、救済者として
ふさわしいかと、その前に救済者になり得るかと。ついでながら、キリストはカインであり、カインはキリストである。その証拠がミケランジェロが書いたとされるが、実際にはミケランジェロは書いていないが、あのカッシナの戦いと題された絵である。その中には775027という数字が隠し込まれていた。それをユダヤのゲマトリア、つまり暗号で解読すれば、キリストは聖書のカインとなる。77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインを意味するが、このカッシナの戦いは人間ミケランジェロが描いたものではない。おそらくミケランジェロもその絵の中のその数字には気がつかなかったものと思われる。その証拠にダ・ヴィンチはそれらの数字の中から数字を一つずつ抜いて自分の死亡日としている。レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の死亡日を67歳の5月2日とした。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっている。さらに775027にはバビロニアの非数術が隠し込まれている。77はキリスト、そして5+2=7で、右4つの数字を合計してやはり77。77はキリスト。ここまで複雑な数比術を駆使できる人間は少ない。つまりまさに神業。ついでながら、このカッシナの戦いの絵を描いたのはカイン自身である。キリストは聖書でいうカインという文言がその理由である。つまりカイン自身が自らの滞在をこのような形で告白した。また告白できるのはカインを置いて他にできない。もちろんこうした事実は当時のミケランジェロは知る由もなかった。なぜなら775027の暗号を解いたのは2012年以後の私、林博士だからである。さらに言えば、では他の神がこの絵を描いたかというと、それもありえない。これほどまでに重大な暴露告白は他の神にはできない。それこそキリスト全体を完全に否定することになってしまう。事実、ある視聴者はこうコメントしてきた。キリスト側の弟を殺したカインだって？もしそうなら私はキリスト教を否定しますと。短絡的なものの考え方をすればそうなる。繰り返す。カイン・キリストはカッシナの戦いの絵を通して自らの滞在を告白した。私は弟のアベルを殺したカインですと。つまりその背景にまさに想像を絶するカインの苦悩と懺悔があった。またそれがあったからこそカインはキリストとしての神になった。その結果は滞在を告白するという勇気へとつながった。それとも、もしあなたならそれができるか。自分の滞在を高地にさらし、それを懺悔することができるか。一連の作品はカイン・キリストが人間に掛け与えた作品である。またカイン・キリストを置いて他にいない。埋葬もその中の一枚ということになる。わかりやすく言えば、埋葬はただの絵ではない。絵画という国際言語を使って描かれた神から人間に与えられたメッセージである。その証拠に、現に今私林博士が神々のメッセージを読んでいるではないか。
遠く離れた東洋の島国で2020年の現在それを読んでいる。そういう視点で今一度あの埋葬という絵画を見てほしい。その絵画の中にはマリア教にまつわる謎が凝縮されている。見方によってはマリア教のみならず世界のキリスト教を根底からひっくり返すことになるかもしれないが、事実は事実、そこに書かれているのは事実。なぜなら繰り返すが、埋葬はカイン・キリストが人間に与えたメッセージだからである。埋葬の中央に書かれているのがシャマーシュ・イエスであることは、右下に書かれている動物がフンババであるのがその証拠ということになる。そこには白抜きの輪郭でしかないがフンババが描かれている。その輪郭は同じくミケランジェロの作品と言われている瀕死の奴隷という彫刻の中に表現されている一見猿のようにも見えるその動物の輪郭と一致する。ルーブル美術館もどうしてこんなところに猿が表現されているかわからないと書きつつ、それが猿であると説明しているが、猿ではない、フンババである。そのことはメソポタミアに残るフンババの像と比較してみればわかる。顔が一致する。一方猿の顔でないことは一目瞭然。さらにダメ押しで、その前にフンババについてウィキペディアの記述をそのまま引用する。フンババはメソポタミアの神話のギルガメッシュ叙事詩に登場するレバノン杉を守る森の番人。その命は思考神エンリルによって受け、太陽神ウツによって育てられた巨人である。七つの光、恐れのようなもの、当時の言葉でメラムという光によって身を守る。恐怖、善悪、あらゆる悪などとあだ名されているが、その形容は様々で、一説では前日のように巨人であり、また恐ろしい怪物であり、森の精霊、特に神を示す限定符、つまりディンギルが継ぐ例もあることから、自然神とされることもある。わかりやすく言えば、巨人、巨大モンスター、それがフンババということになる。なお、ここに書いているウトゥというのはウツ、つまりシャマーシュのことである。そのフンババの横顔が同じ埋葬の絵の背景に岩として表現されている。長い鼻と牙、注意深く見てほしい。フンババである。そのフンババはメソポタミアでは巨大モンスターとして人間に恐れられていた。同時にフンババはシャマーシュの愛玩動物、つまりペットであった。シャマーシュはフンババが子供の時からそのフンババを育てていた。そのシャマーシュは埋葬の絵を解読すると、どうやらミトラ教、つまりマルドゥック側に寝返ったらしい。埋葬の絵の背景、つまりシャマーシュイエスの頭のやや右上に山の形で、つまり隠し絵の形でフリギア帽が描かれている。フリギア帽はミトラ教のシンボルである。つまりそれが理由でシャマーシュイエスは殺害された。そして殺害したのはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダである。これらの人々が埋葬の中に表現されているが、それぞれの人物がイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダであることについては
どうか私の動画の方を見てほしい。話せば長くなる。証拠といっても画像、視覚的証拠、言葉では説明しきれない。で、ここではこの話はここまでにしておくが、シャマーシュ・イエスはイエスとして十字架にかけられる前にすでに殺害されていた。その証拠に埋葬の絵の中のイエスには聖痕はもちろん茨の冠をかぶった形跡もなければ右脇腹を槍で刺された跡もない。綺麗な体である。だからこそ美術評論家たちは未完の大作、未完の大作という言葉を使って私たちを煙に巻いている。未完の大作だから聖痕が表現されていないのだと。がそう結論を出すのは少し待ってほしい。例えばミケランジェロの作品と言われている彫刻に4体のペーター像がある。全部で4体である。がサンピエトロのペーター像を除いて他の3体にはその聖痕がない。サンピエトロのペーター像にしてもそこに表現されている寄生痕は極めて小さく、そして貧弱。しかも今回足の裏側から撮った写真が手に入ったが、そこには聖痕はない。つまり足の裏側には聖痕はない。繰り返す。足の裏側から撮った写真には聖痕がない。つまりサンピエトロの聖痕にしても後から誰かが辻褄合わせのために彫った聖痕ということになる。つまりミケランジェロの彫ったペーター像にはどれにも聖痕がなかった。さらに言えば瀕死の奴隷、反抗的な奴隷ともに姉妹作と言われているが、これら2体の彫刻にも聖痕はない。明らかにシャマーシュ・イエス像でありながらその聖痕がない。ついでながらシャマーシュ・イエスのギリシャ神話名はヘリオス、ヘリオス・ソル。これについても私は別のところで説明したが、そのギリシャ彫刻のヘリオスとミケランジェロが彫刻した瀕死の奴隷、反抗的な奴隷に表現されている人物の顔が一致する。ヘリオスと奴隷の顔が一致する。つまりこうして瀕死の奴隷、反抗的な奴隷で表現されている人物が一方でシャマーシュ・イエスとつながり、一方でヘリオスから再びシャマーシュ・イエスとつながる。つまり埋葬、そして瀕死の奴隷、反抗的な奴隷の中の人物は皆一人のシャマーシュ・イエスということになる。そのシャマーシュ・イエスは十字架にかけられる前に殺害された。となると十字架にかけられて殺されたイエスなる人物は誰かということになる。がそれについてはアントニオ・カンピが説明している。アントニオ・カンピが書いたとされるイエス・キリストの劇場の秘密と題された絵画がそれである。簡単に言えば、つまりは替え玉が殺された。哀れな替え玉が殺された。その替え玉が描かれている。がなぜここでアントニオ・カンピなのかと疑問に思う人も多いと思う。なぜアントニオ・カンピなのかと。それについては私はダ・ヴィンチの作品と言われているモナリザについて一言書き添えておきたい。あのモナリザおよび通称ヤング・モナリザと呼ばれているアイル・ワースのモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が写真のように精緻に描かれている。一方ここに挙げたカンピのイエス・キリストの劇場の秘密の絵の中には木星の様子がやはり写真のように精緻に描かれている。共にこれらの絵は当然のことながら
人間が書いたものではない、人間が書いたものではないという点で無視できない共通点がある。そしてその一方には火星が描かれ、そしてもう一方には木星が描かれている。だから無視できないが、皆さんの中にはこう思う人もいると思う。しかし替え玉とは限らないのではないかと。そう、それだけでは確かにそうだが、その絵の中には十字架にかけられる前のイエスが正確に描かれている。奇妙なことに、その人物だけその絵を見る人に向かって視線が向いている。じっとこちら側を見つめている。またその貧弱な様子からして、その人物はとても神の子イエスには見えないが、それだけではない。さらに重要な証拠がその絵画の台にある。もしあなたがカインキリストで、替え玉の人間が辻褄合わせのために誰か別の人間が殺されたとしたら、あなたはそれをどう思うだろうか。あなたはきっとそれについて激怒するに違いない。激怒である。だからその絵画の題はイエス・キリストの劇場、劇場の秘密となっている。パッションを誰かが劇場と翻訳した。だから劇場の秘密となっているが、実際には激怒で、私なら The Secret of the Passion of Jesus Christ を公訳す。イエス・キリストの激怒の秘密と、つまりその題名が証拠ということになる。一度人間が知っている範囲の神々の歴史を私たちは解体しなければならない。解体して改めて創造し直す、作り直す、つまり新しく融合する、組み立て直す。それともあなたは平凡な世界で無知のまま、この先も同じことを繰り返すことを望むだろうか。その答えは、例えば2520年に、今から500年後にわかる。500年後の2520年になった時、現在のままであるとするなら、それこそ人間は何のためにこれから先500年を生きるかということになってしまうのではないだろうか。その可能性はないわけではない。その証拠に、現に今500年前と同じ平凡を私たち人間は繰り返しているではないか。またそれでよいのか。平凡に打ち勝つことは容易なことではないが、それをしないで私たちは神を知ることはない、神に近づくこともない。相変わらず人間は人間のまま、動物や植物と同じ人間のまま。結論、殺害されたイエスはシャマーシュイエスだった。しかも貼り付けにされ処刑される前に、そのシャマーシュイエスは殺されていた。つまり十字架に貼り付けにされ殺されたイエスなる人物は全くの別人。この一点だけをきちんと証明すれば、マリア教はその教義基盤を失う。イエスの誕生からイエスの洗礼、さらには荒野の誘惑に至るまでのイエスにまつわるすべての逸話、説話が崩壊する。これらの話はすべてただ一人の女神イナンナ・マリアによって創作されたものと私は考える。なぜなら証言者はイナンナ・マリアのみ、他に誰もいない。ついでに言えば、夫
ヨセフの話も作り話、夫ヨセフなど元から存在していなかった。ありえない。女神イナンナ・マリアが人間の夫など連れそうはずがない。そのシャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダによって殺害される。その証拠がミケランジェロ・バルノティが書いたとされる埋葬、つまり埋葬という絵画ということになる。
Jesus, sculpted as a statue of Pietà, was not Jesus who was crucified and executed. The definitive proof came from Himawari-san, who lives in Rome, Italy. It's just definitive proof. The stigmata on the statue of Pietà is its proof of this. They are too small for stigmata. In addition, the stigmata is extremely childish. But that wasn't the only reason. Please review the foot of Jesus in the statue of Pietà again. I got a picture of the foot taken from the back. Please watch carefully that there is no stigmata that should be on the back of the foot. In other words, the stigmata of Jesus expressed in the statue of Pietà was stigmata that someone later made or created to destroy the evidence. Or these wounds are those that were later deliberately created by someone to destroy evidence. Jesus depicted in the statue of Pietà is Shamash Jesus, who was murdered by people called Virgin Mary and two other people before being crucified and executed. Jesus, who was crucified and executed, is, that is to say, that a replacement of Jesus. The photos sent by Himawari-san provided conclusive evidence to further support my theory that the executed Jesus was a replacement. ピエタ像として彫刻されているイエスは十字架にかけられ処刑されたイエスではありませんでした。その決定的な証拠がイタリア・ローマ在住のひまわりさんから送られてきました。まさに決定的な証拠です。ピエタ像に表現されている聖痕がその証拠です。だいたい聖痕にしては小さすぎます。加えて彫刻が極めて稚拙ですが、それだけではありませんでした。ピエタ像のイエスの足をもう一度正確に見直してみてください。足を裏側から撮影した写真が今回手に入りましたが、その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。繰り返します。その足の裏側にはあるべきはずの聖痕がないのです。つまりピエタ像の中に表現されているイエスの聖痕は、後から誰かが証拠隠滅のためにつけた聖痕だったのです。ピエタ像の中に表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前に聖母マリアと呼ばれる人たちによって殺害されたシャマーシュイエスです。十字架にかけられ処刑されたイエスは、言い換えると替え玉イエスということになります。ひまわりさんから送られてきた写真が、処刑されたイエスは替え玉であったという私林博氏の説をさらに裏付ける決定的な証拠となりました。もう一度左上のイエスの足の裏を見てください。あるべきはずの聖痕が表現されていません。ローマ在住のひまわりさん、どうもありがとうございました。あなたから送っていただきました写真が、つまりは決定的な証拠写真ということになりました。広し林浜松シティ、ジャパン。
The Pietà, as you see here, is a statue sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is now in the first temple on the right of St. Peter's Basilica in the Vatican City. It was sculpted and finished in 1498 to 1500 when Michelangelo was 23 years old. And then, next, Michelangelo sculpted and finished another one in 1501 to 1504 when he was 26 years old, a sculpture now named the Madonna of Bruges, or the Virgin and Child, which is also a marble sculpture. Lots of explanations and interpretations have been made about these two sculptures, but I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different interpretation about these statues. The lady sculpted in the Pietà is not Mother Mary, but Mary of Bethany, wife of Shamash Jesus, who was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judah the traitor. Shamash Jesus was already dead before he was crucified. Then, next, the lady sculpted in the Virgin and Child is also Maria of Bethany, and the boy who is standing upright in front of Maria of Bethany is Judah, the son of Shamash Jesus. Then, you may ask me why the boy's name is Judah after Judah the traitor. There may be a story of the deepest love in the name of the boy. Yes, it may be a long story for us humans, but I, Hiroshi Hayashi, would prove each fact with evidence one by one. ミケランジェロが23歳の時に彫刻したピエタ像と26歳の時に彫刻した聖母子像をご覧になってくださいが、ピエタ像の中に彫刻されている女性はベタニアのマリア、つまりシャマーシュイエスの妻です。そしてそのシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にイナンナマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺害されていました。つまりペーター像は亡き夫シャマーシュイエスを胸に抱くベタニアのマリア像ということになります。一方聖母子像の中の女性はベタニアのマリアですが、その前に立つ男の子はイエスではありません。シャマーシュイエスとベタニアのマリアの間にできた息子のユダですが、なぜベタニアのマリアはシャマーシュイエスとの間にできた男の子をあの裏切り者のユダの名前を取ってユダとしたのか。その背景にはベタニアのマリアとシャマーシュイエスの間で生まれた究極の愛の物語が隠されていました。繰り返します。その背景にはベタニアのマリアとシャマーシュイエスの間で育まれた究極の愛の物語が隠されていました。以上の事実を、長い話になりますが、私林博士が順に一つずつ証拠を添えて証明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。
Wikipedia English writes about the crucifixion of Jesus as follows. According to the canonical Gospels, Jesus was arrested and tried by the Sanhedrin and then sentenced by Pontius Pilate to be scourged and finally crucified by the Romans.Jesus was stripped of his clothing and offered vinegar to drink after saying, I am thirsty. They then divided his garments among themselves and cast lots for his seamless robe, according to the Gospel of John. Also, according to the Gospel of John, after Jesus' death, one soldier pierced his side with a spear to be certain that he haddied and then blood and water gushed from the wound. The Bible describes seven statements that Jesus made while he was on the cross, as well as several supernatural events that occurred. イエスは一般には十字架にかけられ処刑されたと言われています。両手両足を釘で打ちつけられ、頭には茨の冠をかぶせられたと言われています。ヨハネの福音書によれば、イエスの死後、一人のローマ兵が槍でイエスの横腹を刺し、イエスが本当に死んだかどうかを確かめたということです。イエスは十字架の上で、いくつかの超自然現象とともに、7つの言葉を語ったと言われています。広志林浜松市ジャパン。以上のようにしてイエスは十字架にかけられ処刑されたと言われています。でその後の様子を表したのが、ピエタ像ということになるわけですね。でこのピエタ像のイエスには小さな傷、つまり聖痕があります。他にミケランジェロは3体のペータ像を彫刻していますが、その3体には傷、つまり聖痕がありません。で聖痕にしてもですね、一番左のペータ像のイエスの聖痕は小さすぎるということですね。で拡大してみるとですね、鋭利な刃物で彫られたかのように、三角形に彫られ、釘で十字架に打ちつけられたにしてはですね、あまりにも小さいという点に注意してください。で、もう一度確認していただきたいんですけども、一番左の像には聖痕といいますか、傷があります。が、他の像には傷がありません。足の部分を比較してみました。これはどういうことかということなんですけども、要するにここに表現されている、イエスは、処刑されたイエスではないのではないかということになります。もっとはっきり言えば、ここに表現されているイエスは十字架にかけられ処刑される前にすでに死んでいたということになります。その様子を表したのが中央の瀕死の奴隷と言われている像です。そして右の埋葬ということになります。この3人には胸に奇妙な帯を巻いています。私はこの帯をセメクの帯と考えています。つまりこのセメグを使って胸を締め付けられ、イエスはその前の段階で殺されていたということになります。詳しくは別の動画で説明していますから、どうかそちらをご覧になってください。で、これら3人にはやはり聖痕がありません。つまり傷がないということです。で、これもまたイエスは処刑前にすでに殺されていたという証拠の一つということになります。ここが重要ですから、皆さん確認してください。つまりピエタ像に表現されているイエス、そして、瀕死の奴隷のイエス、そして埋葬の中に表現されているイエスは、つまりは別人であったということになります。が、
ミケランジェロ・バナルティが彫刻したと言われているピエタ像にはですね、聖痕がある。しかも小さな聖痕であるということなんですね。で、私はこの聖痕は後から誰かが辻褄合わせのために彫刻した聖痕ではないかと考えています。聖痕にしてはあまりにも小さすぎるということです。ということで、冒頭に紹介しました写真をもう一度丁寧にご覧になってみてください。ローマ在住のひまわりさんという方から大変貴重な情報が寄せられました。現在このサンピエトロのピエタ像はガラス張りの箱の中に陳列展示されていてですね、一般の人は近寄って写真を撮ることができないそうです。で、この写真はですね、バチカンに勤務なさっておられる義兄の方がですね、持っておられた資料を届けていただいたものです。で、その写真によるとですね、やはりピエタ像の中の聖痕は大変小さい。しかも手足の聖痕はですね、鋭利な刃物で簡単に彫られたように作られています。つまり現在のですね、ドライバーのようなものでですね、三角形に彫られている点に注意してください。もしこれが、ミケランジェロが彫った聖痕であるならばですね、あまりにも出来が悪い稚拙ということになります。というのは、聖痕というのは大変重要な、部分ということになるわけですね。ミケランジェロにしてもですね、大変力を入れて彫ったはずです。が、その聖痕がですね、このように大変小さいものであるということです。この聖痕といいますか、この傷ぐらいでしかない、もので、聖痕であるならばですね、イエスの体を支えることはできなかったものと思われます。が、今回ですね、ひまわりさんの協力によりですね、そのイエスの足の裏側から撮った写真が手に入りました。大変貴重な写真かと思われます。その足の裏側にはですね、聖痕がありません。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。そのイエスの足の裏側には聖痕がないのです。つまり、ミケランジェロなる、彫刻家がですね、彫った4体のピエタ像のイエスにはどれにも聖痕がないということになります。これが決定的な証拠です。つまり、ミケランジェロはどういうわけか、知ってか知らずか、それは分かりませんが、イエスの体には聖痕、あるいは他の傷を彫らなかったということになります。つまり、ここに表現されているイエスは処刑された、つまり十字架によって処刑されたイエスではなくてですね、つまりは替え玉のイエスだったということになります。が、なぜ誰かがそんなことをしたかということですけども、その答えは続く動画の中にあります。Initially, at the earliest stage of its history, Hillel led the way, and Inanna Maria and her brother Utz Shamash launched the archetype of Christianity. Another name for Hillel is Prometheus or Lucifer. That's why on the coat of arms of Vatican, three initials of IHS are used by successive Roman Catholic popes today. In other words, they took the initials of Inanna, Hillel, and Shamash to make it IHS. The symbol mark of Roman Catholicism is a combination of the
inanna symbol mark representing Venus and the shamash symbol mark representing the sun. But shamash turned over to Mithraism on the way. That is why shamash Jesus was murdered by the three of inanna Maria, John the Baptist, and Judas traitor. It is Hillel's son, Marduk, who has succeeded Shamash Jesus and has protected his position. And together with Marduk, it is Cain, Adam's son, who has assisted Marduk as a savior. The Cain became the human savior. So Marduk, Jesus, and Cain Christ together are now called Jesus and Christ. By the way, Shamash Jesus had a wife. A woman named Maria of Bethany is a wife. She was Martha's sister, Martha, who took care of Shamash Jesus. As her husband, Shamash Jesus was murdered. Maria of Bethany was deeply saddened. The statue of Pietà, which is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti, is a sculpture that shows her deepest sorrow. It is Maria of Bethany who holds murdered Shamash Jesus, her late husband. And that Maria of Bethany was already pregnant when Shamash Jesus was murdered, and their son Judah was born. Maria of Bethany dared to name her son Judah. Judah was named after Judah the traitor who murdered his husband Shamash Jesus. This is important. It means that Maria of Bethany carried out Shamash Jesus' ultimate teaching, forgive your enemies. So Maria of Bethany is the ultimate executor of love. In other words, the lady we now call the Holy Mary is Maria of Bethany. Besides these facts, another name for Inanna Maria is Ishtar. When Christianity became the national religion in the Roman era, Ishtar changed its name to Easter, and Roman Catholics still celebrate Easter as the largest festival.当初、ヘイレルが中心となり、イナンナ・マリアと彼女の兄のウツ・シャマーシュによってキリスト教の原型が立ち上げられました。ヘイレルのまたの名はプロメテウス、あるいはルシファーです。現在、ローマンカトリックの歴代の法王が使っているコートオブアームス、つまり紋章に IHS と書かれているのはそういう理由によるものです。つまりイナンナ、ヘイレル、そしてシャマーシュの頭文字を取って IHS としました。なお、ローマンカトリックの紋章は金星を表すイナンナの紋章と太陽を表すシャマーシュの紋章を合体させたものです。が、シャマーシュは途中でミトラ教に寝返ります。それが理由でシャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダの3人によって殺されます。そのシャマーシュイエスの後を継いでイエスの立場を守っているのがヘイレルの息子のマルドゥックということになります。そのマルドゥックを側面から助けていたのがアダムの息子のカインということになります。そのカインが現在人間の救世主、つまりキリストとなりました。つまりマルドゥックイエスとカインキリストの2人を合わせて現在その人たちを
イエス、キリストと呼んでいます。で、シャマーシュ・イエスには妻がいました。ベタニアのマリアという女性がその妻です。シャマーシュ・イエスの世話をしていたマルタ、マーサの妹です。夫シャマーシュ・イエスが殺され、ベタニアのマリアは深い悲しみに包まれます。その様子を表したのがミケランジェロ・ブアノヌティが彫刻したと言われているピエタ像です。亡き夫のシャマーシュ・イエスを抱いているのがベタニアのマリアということになります。そしてベタニアのマリアはシャマーシュ・イエスが殺害された時すでに身ごもっていました。そして生まれたのが息子のユダです。ベタニアのマリアは自分の息子の名前をあえてユダとしました。夫シャマーシュ・イエスを殺した裏切り者のユダの名前を取ってユダとしました。ここが重要です。何時の敵を許せという、つまりはシャマーシュ・イエスの究極の教えをベタニアのマリアはそのまま実行したということになります。つまりベタニアのマリアこそが愛の究極の実行者ということになります。言い換えると、現在私たちが聖母マリアと呼んでいるその方はベタニアのマリアということになります。なお、イナンナ・マリアの別名はイシュタールです。ローマ時代にキリスト教が国教となるとイシュタールはイースターと名を変え、現在の今もローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。もう皆さんお分かりですね。私たちがアベ・マリアと呼んで尊敬してやまないその方は、つまりはベタニアのマリアということになります。
In 1980, a tomb was discovered in Jerusalem. The Lost Tomb of Jesus is a documentary co-produced and first broadcast on the Discovery Channel and Vision TV in Canada on March the 4th, 2007, covering the discovery of the Talipot Tomb.イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン TV により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である。広志林浜松シティジャパン。 It was directed by Canadian documentary and filmmakerShimka Yakubovich and produced by Felix Golubev and Rick Esther Bienstock, while James Cameron served as executive producer. The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Yakubovich and Charles R. Pellegrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the archaeological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars.Six of the nine remaining ossuaries bear inscriptions. The Lost Tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim thatFour leading epigraphs have been corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the Lost Tomb of Jesus and the Jesus Family Tomb, they read as follows. Yahshua Bar Yosef, or Aramaic for Jesus,Son of Joseph. Maria, written in Aramaic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam or Mary. Yose, a diminutive of Joseph, mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament,Mark chapter 6:3. Yehuda bar Yehoa, possibly Aramaic for Judah, son of Jesus. Mariamene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary, known as a master. Matria,Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked ossuary. And the filmmakers claim that there is evidence that Mary, mother of Jesus, had many relatives named Matthew.このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけども、子供を設けた男の子であった。そしてその名前はユダであったという点です。がこの説は例によって例のごとく完全に今は否定されている
状態にあるということになります。ところがですね、私が調べてきた事実はですね、まさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというとですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた、そしてその妻の名前はマリア、ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない、もう一人のマリアということになるわけです。つまりベタニアのマリアということになりますが、そのベタニアのマリアと結婚して子供を設けた、そして子供の名前をユダというということなんですね。こうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してください。で、それを表しているのがミケランジェロのペーター像ということになります。左がペーター像です。抱いているのはベタニアのマリア、そして横に倒れているのがシャマーシュイエスということになります。そして右を見てください。聖母子像です。全く同じ顔の女性が表現されています。ベタニアのマリアです。そしてそのベタニアのマリアの右下にはですね、子供が表現されています。この子供こそがイエスの子供のユダということになります。続く動画長いですけども、それをしっかりと証明してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。It is said that Michelangelo Buonarroti's panel painting of this was drawn around 1500 years, and that is a painting titled The Entombment. But I don't really know if it's really a panel painting painted by Michelangelo. This is because the panel paintings only show the facts Hiroshi Hayashi had discovered after 2012. But that's not the point for today. In the picture, they're painted from the lower left, an angel, John the Baptist, in the upper center, Judas the Traitor, in the upper right, Maria of Bethany, a sister of Martha. Maria of Bethany is a wife of Shamash.Jesus, and to the left of her, Inanna Maria, and in the lower right of it, Fumbaba, Shamash, pet monster. Of course, the half-dead person who closes his eyes in the center is Shamash Jesus. Shamash Jesus was already killed or murdered by the three people, John the Baptist,Judas the traitor and Inanna Maria before he was crucified on the cross. The picture entitled The Entombment is a painting that expresses these facts, but in this video we pay attention to the two women standing in the right. On the left is Inanna Maria, known as Madonna,And on the right is Maria of Bethany, the wife of Shamash Jesus. Please pay attention to the eyes and facial expressions of the two. Inanna Maria's eyes are so sharp and nictitating membrane is depicted in her eyes. And then it seems that
Maria of Bethany has traces of torture. Her left eye is swollen and has a large bump-like scar on her face. The wife of Jesus, Maria of Bethany, may also have been tortured together with Shamash Jesus. Also, please notice her sad face and her faces away from Shamash Jesus because she is his wife.では最初からもう一度日本語で説明します。ミケランジェロが1500年前後に描いたと言われているパネル画、それが埋葬と題された絵画ですが、本当のところ、つまりそれが本当にミケランジェロが描いたパネル画であるかどうかについては分かっていません。また私もそう思っていません。というのも、そのパネル画の中には2012年以後、私、林浩司が発見した事実ばかりが描かれているからですが、それが今日のポイントではありません。この絵の中には、左下から天使、バプティストのヨハネ、中央上に裏切り者のユダ、右下にマーサの妹でもあり、シャマーシュイエスの妻であったベタニアのマリア、そして左にはイナンナマリア、さらにその右下にはシャマーシュのペットモンスターであったフンババが表現されています。もちろん中央に半死の状態で目を閉じている人物がシャマーシュイエスということになります。シャマーシュイエスはバプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、そしてイナンナマリアによって十字架に貼り付けになる前にすでに殺されていました。埋葬と題された絵はそれを表現した絵画ということになりますが、この動画の中では右に立っている二人の女性に注意してください。左にいるのがマドンナと呼ばれているイナンナ・マリア、そしてその右に立っているのがシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアです。二人の目と表情に注意してください。イナンナ・マリアの目は鋭く、大変鋭く、その目の中には瞬膜が表現されています。またベタニアのマリアの顔には拷問を受けたような痕跡が残っています。その左目は腫れ、顔にはコブのような大きな傷まで残っています。イエスの妻、つまりベタニアのマリアもまた何らかの拷問を受けていたのかもしれません。悲しげな表情をし、顔をシャマーシュイエスから遠ざけている姿に注意してください。夫イエスの死に耐えられなかったからだと私林博士は考えています。博士林、浜松シティジャパン。でここではですね、マリア、イナンナマリアのこの目に注意してください。
極めて鋭いと言いますか、冷徹な目をしています。白人の女性の場合ですね、このような目を持っている女性は大変少ないと思います。下がですね、まあ、鋭い目として紹介されている写真です。で、上がイナナ・マリアの目ということになります。そしてこの目の中にはですね、右の方に瞬膜が表現されています。今、赤枠で囲ってみました。私、林浩司はこれを瞬膜と判断しました。で、その右に立っている女性がイエスの妻、つまりベタニアのマリアということになります。イエスの世話係をしていた、まあ、ベタニアのマーサの妹ということになります。それについての動画は別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。そのベタニアのマリア、つまりイエスの妻はですね、大変悲しげな表情をしてイエスから目をそらしています。まあ、まともにイエスの姿を見ることができなかったものと私は判断しています。そしてそのベタニアのマリア、つまりイエスのマリアの顔にはですね、どうやら虐待を受けた、まあ、痕跡が残っているのではないかということです。はっきりはしませんけども、特に向かって右側の左目の周辺を見てください。普通ではありません。ということですね。続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset.About many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていたが、マルタはマルタがしなければならない準備のため心を煩わせていた。そこでマルタはイエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに行って私を手伝うように話してくださいと。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し多くのことをしなければならず混乱していますが、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そしてその一つのことをマリアから取り去ることはできませんと。広志林、浜松シティ、ジャパン。 That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was rightBecause only one thing is needed, one thing, apparently, meaning
listening to the teachings of Jesus. つまりマリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのはイエスの教えに耳を傾けることということになります。In 1980, a tomb was discovered in Jerusalem. The Lost Tomb of Jesus is a documentary co-produced and first broadcast on the Discovery Channel and Vision TV in Canada on March the 4th, 2007, covering the discovery of the Talipot Tomb. イエスの失われた墓は当初カナダのディスカバリーチャンネルおよびビジョン TV により共同制作され放送されたドキュメンタリー番組である。広志林、浜松シティ、ジャパン。 It was directed by Canadian documentary and filmmaker Shimka Yakubovich and produced byFelix Golubev and Rick Esther Beanstalk, while James Cameron served as executive producer. The film was released in conjunction with a book about the same subject, The Jesus Family Tomb, issued in late February 2007 and co-authored by Yakubovich and Charles R. Pellegrino. The documentary and the book's claims, however, have been rejected by many leading experts within the archaeological and theological fields, as well as among linguistic and biblical scholars.Six of the nine remaining ossuaries bear inscriptions. The Lost Tomb of Jesus posits that three of those carry the names of figures from the New Testament. The meanings of the epigraphs are disputed. The makers of the documentary claim thatFour leading epigraphs having corroborated their interpretation of the inscriptions. As translated in the Lost Tomb of Jesus and the Jesus Family Tomb, they read as follows. Yahshua Bar Yosef, or Aramaic for Jesus,Son of Joseph. Maria, written in Aramaic script, but a Latin form of the Hebrew name Miriam or Mary. Yose, a diminutive of Joseph, mentioned as the name of one of Jesus' brothers in the New Testament,Mark chapter 6:3. Yehuda bar Yehua, possibly Aramaic for Judah, son of Jesus. Mariamene e Mara, according to the filmmakers, this is Greek for Mary, known as a master. Matria,Hebrew for Matthew, not claimed to be Matthew the evangelist, but possibly a husband of one of the women in an unmarked ossuary. And the filmmakers claim that there's evidence that
Mary, mother of Jesus, had many relatives named Matthew. このドキュメンタリーの重要なポイントはですね、イエスは結婚していて妻がいたということです。そして妻の名前はマリアであったということですね。そしてそのマリアはイエスの死後ということになりますけれども、子供を設けた男の子であった。そしてその名前はユダであったという点です。がこの説は例によって例のごとく完全に今は否定されている状態にあるということになります。ところがですね、私が調べてきた事実はですね、まさに今このドキュメンタリーで述べている事実を証明するといいますか、一致するということになります。これはただ単なる偶然の一致かというとですね、私が調べてきた範囲でもですね、今までの結果としてイエスは結婚していた。そしてその妻の名前はマリア。ただしマグダラのマリアでもなければですね、聖母マリアでもない、もう一人のマリアということになるわけです。つまりベタニアのマリアということになりますが、そのベタニアのマリアと結婚して子供を設けた。そして子供の名前をユダというということなんですね。こうした私が調べ上げてきた事実と先のドキュメンタリーの内容が一致している点に注意してください。で、それを表しているのがミケランジェロのペーター像ということになります。左がペーター像です。抱いているのはベタニアのマリア。そして横に倒れているのがシャマーシュイエスということになります。そして右を見てください。聖母子像です。全く同じ顔の女性が表現されています。ベタニアのマリアです。そしてそのベタニアのマリアの右下にはですね、子供が表現されています。この子供こそがイエスの子供のユダということになります。続く動画長いですけども、それをしっかりと証明してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。Let's start with an overview of the series of videos I'll cover. 1. Initially, the archetype of Christianity was launched by Shamash Jesus and Inanna Maria. Both are ancient god and goddess.最初に一連の動画の概要を話します。当初キリスト教の原型はシャマーシュイエスとイナンナマリアによって立ち上げられました。シャマーシュもイナンナも古代の神です。
Shama Jesus had a wife and had a wedding ceremony. His wife's name is Maria. Maria is Martha's younger sister and Lazarus' elder sister. Here in my videos, I call her Maria of Bethany. The painting now we call the Last Supper shows his wedding. シャマーシュ・イエスには妻がいて婚礼の儀式をしています。妻の名前はマリアです。またその婚礼の様子を表したのが私たちが最後の晩餐と呼んでいる絵画です。マリアというのはイエスの世話係をしていたマルタの妹、そして友人のラザロの姉です。ベタニアのマリアと私は呼んでいます。聖母マリア、マグダラのマリアと区別するためです。3. But the Shama Jesus was murdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the traitor before being crucified. Shama Jesus died of heavy torture. が、そのシャマーシュ・イエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダによって十字架にかけられる前に殺されます。シャマーシュ・イエスは激しい拷問を受けて死亡します。胸を徐々に締め付けられて殺されています。4. Maria of Bethany mourns the death of her husband, Shama Jesus, and buried him in peace. This is represented by Michelangelo's painting, The Entombment, and his sculpture, Pietà. ベタニアのマリアは夫イエスの死を悲しみ、イエスを年頃に埋葬します。その様子を表したのがピエタ像ということになりますが、つまりミケランジェロが表現したピエタ像に表現されている人物はベタニアのマリアと、そしてそのベタニアのマリアの夫のシャマーシュ・イエスということになります。5. Maria of Bethany had a child of Jesus, or a boy, after the death of Shamash Jesus. The boy's name was Judas. I, Hiroshi Hayashi, will explain the above contents through a series of my videos. Thank you very much.ベタニアのマリアはシャマーシュ・イエスの死後、イエスの子供一人の男児を設けます。名前をユダと言います。以上の内容を一連の動画を通して説明します。ヒロシ・ハヤシ、浜松シティ・ジャパン。一連の動画をご覧いただく前に一つ確認しておいていただきたいことがあります。ミケランジェロ・ボアノルティが彫刻したと言われているピエタ像です。で、このピエタ像のイエスにはですね、実は聖婚があります。しかしミケランジェロ自身はですね、イエスがつまり十字架にかけられる前に殺されていたということを知っていましたが、なぜそのような聖婚を描いたかということについて私はその謎が解けませんでしたが、ミケランジェロは他に3体、合計
4体のピエタ像を彫刻しています。今上にご覧いただいているのがその4体のピエタ像ということになりますが、バチカンのサンピエトロ広場にあります、ピエタ像を除いてですね、あと3体にはつまり聖痕がないということですね。皆さんの目で確認しておいてください。つまり一番左の像の、まあ、聖痕がですねあるんだけれども極めて小さい、まあ、小さいということですね。つまり私はこの、まあ、ピエタ像の聖痕は後から誰かが何らかの目的と意図を持って彫ったものではないかと考えています。他のピエタ像にはそれがありません。つまりサンピエトロのピエタ像には小さな聖痕がある。しかしフィレンツェ・バンディーニのピエタ像には聖痕がない。パレストリーナのピエタ像にも聖痕がない。そして、ミケランジェロが晩年に彫刻したと言われている、まあ、そのピエタ像にも聖痕がないということですね。そして今ご覧いただいてますように中央の瀕死の奴隷と言われている彫刻ですね、とその右の埋葬の中に表現されているイエスの、まあ、絵画の中にも聖痕が描かれていないということです。で中央と右はですね胸のいわゆる拷問具で一致します。左のフィレンツェのバンディーニのピエタ像にもやはり胸に同じ、まあ、攻め具が表現されている点に注意してください。言い換えるとミケランジェロはイエスの姿には聖痕を描かなかったということになるということです。一応未完の対策という形で逃げることによって聖痕を描かなかったということになるということです。つまりミケランジェロはですね、シャマーシュイエスが処刑前にはすでに瀕死の状態であったということをこのような形で示したということになります。そんなことを念頭に置きながら続く動画をどうかご覧になってください。To the left of Jesus sits Martha's sister Mary. However, there is no traitor Judas in here. Anyway, there are six people on each side of Jesus, six people each. This is an important part of this mystery. This is because 66 means wedding in Jewish gematria.Leonardo da Vinci added Maria on the one hand and removed Judas on the other hand. And the number was dared to be 66. Do you know why? Because number 66 stands for wedding. イエスの左にはマルタの妹のマリアが座っていますが、この中には裏切り者のユダはいません。それはともかくもイエスの両側には6人ずつの人がいます。6人ずつです。ここが重要です。というのも66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。繰り返します。66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。ダヴィンチは一方でマリアを描き加え、一方でユダを外しました。そしてその数をあえて66としました。繰り返しますが、66は婚礼を意味するからです。広志林、浜松市ジャパン。Miss Roxana Harandi, Portugal, wrote to me that the Pisse Sophia tells us about his wife and another female disciple. We
Gnostics know that Jesus was married. グノーシス派の聖書であるピスティスソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいました。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っています。ピスティスソフィア is a Gnostic text discovered in 1773, possibly written between the 3rd and 4th centuries AD. The existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his Mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Again, including his Mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Jesus visits the home of Lazarus, Martha, and Mary of Bethany, the latter typical conflated in Catholic medieval tradition with Mary Magdalene, though the New Testament probably means a different person. ここにあるマルタについて、ウェブリオ世界宗教用語大辞典には次のようにあります。大変重要な部分かと思いますので、注意してお聞きください。マーサ、つまりマルタについてですが、新約聖書の中の女性、ベタニアに住み、妹マリアと共に知られている。イエスの接待をよくし、キリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して、逆にイエスから注意されたというと。もう一度繰り返します。妹のマリアがイエスの話に聞き入るばかりなのをマルタが非難して、逆にマルタがイエスから注意されたというのです。皆さんは何かをピンと感じませんか？さらに、Wikipedia English の方には次のようにあります。中世のカトリックでは、マルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられていると。つまり以前はですね、マルタの妹のマリアとマグダラのマリアが同一人物であると考えられていたのですが、今ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりマリア三人説ということになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。そしてそのマルタの妹のマリアをイエスがかばったというのです。もう一度繰り返します。マルタの妹がイエスの話に聞き入るばかりであるのをですね、マルタが非難して、逆にそのマルタがイエスから注意されたというのです。つまり、いいじゃないかマルタ、いいじゃないかとです。私はそのように解釈しました。皆さんは、繰り返しますが、このイエスの態度に何かを感じませんか？私は感じます。冒頭の話に戻ります。最後の晩餐と題された絵画です。この中にはイエスと
12人の弟子が描かれていると言われていますが、この中にはユダは描かれていません。代わりにマルタの妹のマリア、つまりイエスの妻が描かれています。つまりこうしてあえてダヴィンチはですね、イエスの両側に6人ずつを配置することにこだわりました。ユダはこの時すでにイエスを裏切っていました。で、なぜ6人ずつなのかということになりますが、66、つまり66はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればウェディング、結婚、あるいは婚礼を意味するからです。つまりここに描かれているのは最後の晩餐という題で示されるような絵ではなくて、つまりはイエスの婚礼、イエスの婚礼ということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチはあえて66にこだわったということになります。続く動画をどうかお楽しみください。Follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection.Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子と共にイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付け及び復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also, Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773,possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples,
including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. 一方、ピスティスソフィアには次のように書かれています。ピスティスソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review.そしてナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告 Harvard Theological Review によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 Most likely ということが分かってきました。 The papyrus fragmentKnown as the Gospel of Jesus' wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっています。というのも、その中にイエスは彼らに、私の妻は、繰り返します、私の妻はという記述があったからです。 Then the question is that who Mary the Magdalene was and where she was from, and the biggest question is thatWho his wife was, if Jesus his own wife. 問題は、マグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするなら、その妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか。今日はその謎解きに迫ってみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのは、皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私、林博士は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私林博士はその、イエスの向かって左側に座っている人物はマグダラのマリアではないかという仮説を立てて、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります。それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となると、この最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。
つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私林宏氏は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となるとその妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのがマイケルアンジェロ・ブラノティの描いたカシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのがこれがマリアです、イナーナです。そしてその右と言いますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノティの描いたカシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノティに描いたカシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということはこの上がシャマーシュですから下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュイエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、まあ、念のために見てください。で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください。赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いでいるのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。で、もう一人右ですね。この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中には
マリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。で、もう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですね、クエスチョンマークをつけておきます。まあ、ともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。でそのことをですね、ピスティスソフィアには次のように書いてあります。この情報はですね、ポルトガル在住のですね、時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティスソフィアによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で、私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけども、マグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みではマーファとなります。で、この3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますと、この3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア3人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアと共に知られている、イエスの接待をよくしキリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。で、その妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で、中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですねマグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません。まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻は私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません。まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ
マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で、話を戻しますが、最後の晩餐の絵は、あれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で、結論というか、そのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたように、イエスの向かって左側に、まあ、微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけども、そのマリアというのは今でもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけです。がマグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。では、そのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となると、やはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となると、マルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は、私はマルタ、もしくはマルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いと言いますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということは、それほど間違っていないと思います。つまり、最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくはマルタの結婚式、もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。で、その婚約発表、もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然、裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となると、この雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この、まあ、女性ですね、これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですね、このように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。
ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけからなくなると言いますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となるとこの女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります、いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきますということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐は、つまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject ofwidespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests.本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまりこの絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、
むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは、女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient.And not of modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes a phraseJesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife? And what is she?広志林、浜松セリ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか。本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来て、バーフ・ロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがユダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター。そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのが、イエスの向かって左側にいるジョンと、そしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でしたが、私林博士はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。が、
これがもしマグダラのマリアならイエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左にそこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになります。がユダはいます。なぜでしょうか。がここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはローマンカトリックにとってはまことにもってまずいということになります。が誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林浩司のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるならさらにさらにまずいということになります。がこの左側の人物はマグダラのマリアです。がここに座っている人物がマグダラのマリアであるとするとさらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えるとこの最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林浩司はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つがミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますがユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。がなぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、
イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシドラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告、ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返していると、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now。Wikipedia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text,
included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles.ウィキペディア百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜祭りジャパン。1500年後のつまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然ですが、そのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ボアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。データ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の
年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。が、ここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想が、こうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアは、つまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながら、キリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名、ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも、古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアと、マグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなく、イナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星の
マークです。Thank you.